北国新聞ニュースをお伝えします。飲食店を支援する GoTo イートのプレミアム付き食事券の二次販売が今日から県内の郵便局で始まりました。プレミアム付き食事券は1冊に500円券が25枚綴られ1万円で購入すると1万2500円分の飲食に使えます。一時の販売冊数は1世帯あたり1冊でしたが、今日からの二次販売では1日5冊まで拡大されました。金沢市の金沢中央郵便局では午前9時に営業が始まると、一次販売の前に配布された引き換え券を手にした客が次々と訪れ、食事券を買い求めていました。一番乗りで2冊購入した54歳の男性会社員は、一次販売の1冊をすぐに使ってしまい待ち遠しかった、お得感があり家族でいろいろな店へ行きたいと話していました。まあ、かなりお得ですからね。そうですよね。まあ、食欲の秋に続いて、まあ、魚のおいしい冬を迎えますから、まあ、食事に出かけるには、まあ、最高の後押しになりますよね。まあ、おいしいものを食べるのは、まあ、体と心の健康にもつながりますからね。この石川にいる特権を生かして、大いに楽しんでほしいと思いますね。それで支援になるわけですからね。そうですよね。ではニュース解説です。石川県内の市街地一帯で熊による人身被害が多発する中、出没現場の周辺に柿やクヌギなどの木の実が多く残っていることが現地調査などで分かりました。冬眠直前だけに熊は餌を探して広範囲に行動する可能性が高まりますから、野口さん、熊を引き寄せる一番の原因といわれる柿の処分を徹底したいですね。そうですね。まあ、今月上旬に熊の人身被害が起きた金沢市田上本町を調査した、まあ、県立大学の大井先生はですね、まあ、周辺に熊が好む木の実が多く残っていることを、まあ、確認したということです。はい、また先月に白山市内の用水路と加賀市の商業施設アビオシティで駆除された熊のこの胃の中を調べたところ、まあ、柿の果肉や種、街路樹の実などが見つかっています。大井先生はですね、熊を誘う原因をなくすために、まあ、特に住宅地周辺の果実はしっかりと取ってほしいと言ってらっしゃいますね。市街地の中心部でも古い家の庭などには柿の木が残っていることが珍しくないですから注意したいですね。そうですね。まあ、10月にですね、熊が出没した小松市中心部の中学校の、まあ、玄関近くでですね、柿の実が混ざった新しい熊の糞が見つかっていますね。まあ、こうしたことからも、まあ、市街地にある柿の実を食べていたことが推測されます。まあ、柿の木の所有者がですね、大変ご高齢であるということも多いだけに、木になっている実を取ってこう食べきるというのはなかなか難しい面もありますね。まあ、手間もかかるので、まあ、昔ならばですね、家族総出でこう干し柿にしたものなんですけれども、まあ、単身ではなかなかままならない。まあ、冬場でも本当にそのまま木の枝についたままになっているということが多いですよね。やはり地域が協力し合って処分することっていうのが生活環境を守る意味でも大切になってきますね。そうですよね。まあ、加賀市や小松市では町内会が下草刈りや木の実を除去する費用をですね、補助しているんですけれども、まあ、これをまあ市街地も含めた全町内会にまあ拡充しましたけれども、まあ、妥当な判断だと思いますね。はい、まあ、北陸では12月から来年の4月頃が熊の冬ごもりの時期と言われていますから、まあ、来月上旬頃、まあ、冬眠直前のこの今の時期ですね、熊被害がこう発生する危険度って非常に高いですから、一段と注意が必要だと思いますね。県内では昨日から熊も含めて狩猟解禁になりましたから、例年以上に注意が必要ですね。そうですね。あの山の近辺では特にですね、遭遇に注意したいですよね。はい、まあ、本当に今年は春から人里に押し寄せる熊に振り回された感がありますけれどもね。まあ、遭遇するとこう命に関わるということがですね、多くの人がこう皮膚感覚でまあ感じ取ったんじゃないかな
なというふうに思いますね、はい、改めてこの引き寄せない出会わないための基本行動ですね、木の実や生ごみを適切に処分する、早朝や夕方に出歩くのを控える、そして外出するときは鈴などで自分の存在を知らせる、さらに家や倉庫の戸締まりを徹底するといったことをぜひとも心がけていただきたいですね、はい、さてムクドリの大群が夕暮れになると金沢駅前に押し寄せ、騒音や糞の被害が出ているため金沢市が音で追い払い始めました。住民からは効果は一時的だという声も上がっています。専門家によりますとムクドリの群れは昼間の数羽が夜には数百羽になり、天敵の少ない街路樹などに止まって眠る習性があります。金沢駅兼六園口の周辺では連日午後5時ごろにおびただしいムクドリが空を覆い、街路樹に止まった群れからは耳をつんざく鳴き声が響き、下にある電話ボックスなどに糞が垂れる被害を生じています。付近にあるビルの男性管理人は毎朝40分ほどかけて歩道の糞を洗い流し、ひどく匂う上に滑りやすく気持ち悪いとため息をつきます。金沢市は昨日までに2度鳥が嫌う音を鳴らすハンディタイプの装置を使ってムクドリを追い払いました。ただ担当者は別の場所に移るだけだと話しています。住民たちは効果は一時的だと冷ややかで、付近の主婦は金沢の玄関口などできれいにしてほしいと話しています。金沢シティバレエ団の公演が昨日金沢市内で開かれ、優雅なダンスが観客の心をつかみました。金沢市の本田の森ホールで開かれたバレエコンサートには園児から高校生まで110人が出演しました。第一部はモーツァルトのローズガーデンで幕を開け、アンダーソンのチクタククロック、ブラームスのハンガリー舞曲などで群舞を繰り広げました。第2部は商品集の出演者がソロで練習の成果を披露しました。また園児と小学生による兵隊さんのマーチも、その愛らしい踊りで会場から大きな拍手を受けました。第3部のくるみ割り人形よりクララの夢は、夢の中の雪の国とお菓子の国の場面が演じられ、さまざまな国をイメージした多彩な舞で観客をファンタジーの世界に引き込みました。金沢シティバレエ団のコンサートの模様は金沢ケーブルで来月ご覧の時間に放送します。金沢市に住む染色作家木場元子さんが創作活動の最後を飾る作品展を市内のギャラリーで開いています。日本工芸会正会員の木場さんは、自然の植物を取って糸を染め上げ、織り上げまでのすべての工程を一人で手掛けて着物や帯などを制作してきました。木場さんは今回の作品展糸孫を48年に及ぶ創作活動を締めくくる個展として位置づけて臨みました。会場には木場さんが得意とする大小のひし形模様を連ねた着物海峡のほか、帯や小座布団、小福さ、それに最初に制作したタペストリーなどおよそ30点が展示されています。
地道に折り続けて、どうにか長い時間、この48年間ですけど続けられてきて、もう80歳なもので、もうこれからなかなかこういう展覧会はできないと思って、やっぱり最後の気持ちでやってみたいと思いました。日々そういう介護のようなことに追われて、なかなか旗に向かうことができなかったので、こうやってさせていただいて、また気力がちょっとやっぱり湧いてくるような気持ちもあります。木場元子さんの作品展は金沢市東山一丁目のギャラリー桃組プラス晴れ組で今月23日まで開かれています。加賀市内で増えている空き家の活用に役立ちたいと、県内の大学生などが昨日、空き家の掃除に協力しました。金沢大学大学院2年の井上天音さんは、去年、地域の問題を考える加賀市の事業に参加したのをきっかけに、空き家の所有者が田舎暮らしに興味がある若者などに空き家を使ってほしいと考えていることを知りました。そこで空き家の活用に向けた見学会を前に、清掃による協力を申し出ました。昨日の清掃には、井上さんの呼びかけで金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学から学部生と大学院生18人が参加しました。学生たちはおよそ10年間使われていなかった加賀市内の空き家で窓拭きや庭の手入れをして2時間かけてきれいにしました。井上さんは、今後は IT を活用して空き家問題の解決に役立つ事業ができないか検討したいと話しています。空き家問題に IT 活用ですか。若い目線ですね。若くてね、バイタリティがあるということだと思いますけどね。はい、数年後にはですね、北陸新幹線がやってくるということで、加賀市にとっては、移住を受け入れる非常にこのいい追い風が吹いているわけですけども、はい、いつ来てもいいようにですね、居住環境を整えておく意味でも、とても若くて心強い助っ人だと思いますね。さて、志賀町の能登中核工業団地に今年6月に本社を移転したマスク製造卸のミンラックが今日創業開始式を行いました。ミンラックの工場では一部のラインが今月6日から稼働を始め、来月末までにマスクをフル生産できる体制を整え、年間4億枚の出荷を目指しています。今日の開始式で山田修一社長は、これからも温かい支援をお願いしたいと挨拶し、関係者が社業の発展に期待を寄せました。県内の小中高校生から北国新聞を読んだ感想文を募ったコンクールの表彰式が、おととい金沢市の北国新聞20階ホールで行われました。新聞読んで感想文コンクールは、児童や生徒が身近な新聞を通じて活字に親しむとともに、ふるさとに関心を持ってもらおうと行われています。16回目になった今年は、北国新聞の記事やコラムの感想文が54校から4368点寄せられ、入賞者58人と優秀学校賞14校が選ばれました。挨拶に立った北国新聞社の貫井真社長は、新聞との出会いをきっかけに、皆さんが自分自身や家族、友人、ふるさとなど様々なことに思いを馳せ、考えを深めてくれたことを大変嬉しく思うと述べ、受賞者に賞状などを渡しました。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。